トルスは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手、指導者。ニュージャージー州ニューアーク出身。選手、コーチとして、フィラデルフィア時代からのゴールデンステートウォーリアーズを23年間に、渡って支え、1975年にはコーチとして、ウォーリアーズを優勝に導いた。背番号、16は、ウォーリアーズの永久決断となっている。 1960年の NBA ドラフトでフィラデルフィア・ウォリアーズに指名されたアットルスは当時は全体39位という低い評価での入団だった。しかしロールプレイヤーながらウィルト、チェンバレン、ポール・アリジン、トム・メシェリー、ネート・サーモンド、リック・バリー、ジェフ・マリンズと主力選手が次々と入れ替わる中、アットルスは選手として11シーズンの間ウォリアーズでプレーした。 サンフランシスコに拠点を移した1963から64シーズンにはプレーオフを勝ち抜いて NBA ファイナルに進出したがウォリアーズにとっての旧敵ボストンセルティックスに敗れた。チェンバレンがチームを去りサーモンド、バリーラがチームの中心選手となった1966から67シーズンにも再びファイナルに進出するが 今度はジェンバレン率いるフィラデルフィアセブンティー・シクサーズに敗れ優勝には届かなかった。1969から70シーズンからは選手権人のままウォーリアーズのヘッドコーチに就任。その後コーチに専念するため1970から71シーズンを最後に現役から引退した。NBA 通算成績は11シーズン711試合の出場で 6328得点2483アシスト、平均8.9得点3.5アシストだった。1967年のファイナル進出以来、成績が加工気味だったウォーリアーズは、アットルスのヘッドコーチ就任により、成績が持ち直し、プレイオフ常連チームとして、毎年安定した勝率を残してはいたが、ファイナル進出からは遠ざかっていた。 そして1974から75シーズン前にはサーモンドを放出。大黒柱の放出にこのシーズンのウォリアーズは癖に必死と思われたが予想外の検討でプレイオフではファイナルに進出。ワシントン・ブレッツとのファイナルはアットルスとケイシー・ジョーンズとアメリカプロスポーツ史上初となる黒人ヘッドコーチ同士の対決となった。 ウォリアーズは4戦全勝で下して優勝を果たし、アットルスはビル・ラッセルに次いで史上2番目の優勝チームの黒人ヘッドコーチとなった。アットルスはその後も1982から83シーズンまで再敗を振り続けるが、コーチキャリアの後半は不審のシーズンが続き、最後の6シーズンはプレイオフ進出することができなかった。 コーチ通算成績は14シーズン1075試合、557勝518敗、勝率518。プレーオフ進出は6回、優勝は1回。ありがとうございます。